三陸の東日本大震災の跡地をめぐる2011年の9月17日から20日シルバーウィークを利用して東北三陸まで行ってきました。北陸自動車道からさあここは新潟あたりです。信濃川を越えて日本海東北道ですね、そちらに入ります。分岐して東北自動車道平泉前沢サービスエリアを過ぎて、はい、その日は北上市のホテルに到着しました。そして翌18日遠野を経て宮古へ出てすぐ北10キロほどの太郎地区を最初に目的としました。その後は三陸沿岸南下を続け仙台にまでその日の夕刻到着しました。はい、これはどうですね、どうでしょうか。これはですね、ずいぶん辺鄙なところへ入りました。龍泉洞の方へ行ったですね。ここで右折して岩泉を越えると、ああすぐですね、太郎、道の駅太郎、そこへ着きます。はい、ここから太郎、このスーパー堤防ですね、決して越えることはないと言われていたこの高さ10メートルほどの堤防はやすやすと越えられましたね。津波発生からおよそ半年後の様子です。まあ、震災津波瓦礫は大方は片付けられていましたけど、あちらこちらこの通り、これは有名な観光ホテルの跡、これは現在も保存されて残されているようです。こういうリアス式海岸、湾の奥深くでは津波の高さを増して威力、随分すごいことになったんだろうと思われました。ここは宮古です。宮古、通行止めの箇所が何箇所もまだ残されていました。橋脚だけが無残に残ってます。宮古湾ですね。これはこれから、はい、ここだいぶ奥ですけど、この辺り随分川に沿って上流まで津波が押し寄せたということでしょう。海岸縁はこの通りです。何もかもへし折られてますね。無残です。驚くほどの破壊力、びっくりしても仕方ないですけど、これはこれはこの後復旧から復興へと事業が進んでいくものと思われます。これはもう壊滅的ですね。一部は津波の後火災が発生したような建物を随分見かけました。大槌町、ここに入りますと、ここもすごいです。大変な被害があったものと思われます。鉄骨像はこのようにまだ跡が少し残ってます。はい、これは大槌町の町役場でしょうかね。ここも随分大きな被害があった。議会が開かれていたようでした。ここは釜石です。鉄鋼の町釜石、この岸壁などもうすでに復旧が
一部終わった後も見られますが、このカモメのいるあたり地盤沈下激しく、こういうふうに満潮になればほとんど境のつかないような景観を見せています。はい、このように漁船用の重油タンクでしょうかね、傾いてます。この重油タンク、ちなみに流されて重油が流出して海上で火災を起こす、そういう事例はこの後の各漁港で見られたことです。道路脇は震災瓦礫が、津波瓦礫が山積みされてます。はい、陸前高田に入りました。ここは奇跡の一本松ということで有名になっていますが、この時はそれに気づいてません。はい、これなど道の駅高田の松原、松原はもう痕跡がないほど流出していました。はい、虚しいですね。雑草がすでに生い茂ってます。これから復旧復興、町の計画が進んでいくものと思われます。この辺りまで寄せたの、大津波海水寄せたんでしょう。立ち枯れした林も見られました。これ3階建てですけど3階まで行ってます。ということは10メートル、高さ10メートルは津波があったということでしょう。はい、これは陸前高田、これもパチンコ屋か店舗でしょう。傾いてます。あ、このね、この押し上げられた貨物船、これは現在撤去されていますが、まあ丘に上がってここまで驚かされました。すごいです。気仙沼、気仙沼ですね、はい、気仙沼の湾内は震災当日夜間に火が燃え盛り、上空から撮影された映像はまるで火の海、まるで火の海でしたね。はっきりと覚えています。はい、これは南三陸清水浜、ここも湾内奥深くまで大津波が押し寄せ、鉄道橋脚無残です。住宅跡地もこの通り、おそらく木造でしょう。きれいさっぱりと流されてますね。基礎だけが残ってます。すごいすごい、本当にすごい。今回2884キロ走行しました。ご視聴ありがとうございました。またお目にかかりたいです。